はい、こんばんは、矢野です。今日もう夜ですけど、日曜日ね、ちょっと天気が良くて人がいるところに出かけるのが嫌だったし、道路もね、最近車に乗り慣れてない人が週末当然運転する機会が急に増えると思うんで、まあその交通の方もね、ちょっと最近は避けたいと思ってて何もしなかったんですけど、昼寝をしたんで夜になって散歩に来ましたという感じで、まあ散歩なんですけど、ちょっと試したいのがあって、この先日買ったキーンの靴ですけど、モテギのスーパーフォーミュラの時に、雨が降ってる時に、モンベルのラップランドブーツ、なんか水が漏れてる気がするなっていうことで、メーカーの方に点検してもらうために出してて、まあ案の定漏水が確認できましたと。だけど購入から時間が経ってることと、あとゴアテックスのライニングというか、なんか膜みたいに層が入ってるらしいんですよね。でそれ修理のしようがないと、もう多分アウターの生地に重ねて作られてるんで、もう修理も不可ということで、そのままお返ししますっていうことで、まあそんな気はしてましたけど、まあそれじゃ困るっていうことで、まあ困るっていうか、それはしょうがないっていうことで、防水の靴がないのが困るんで、キーンのこの今履いてるブーツが処分価格で出てたので買いましたと。だいたい僕が買ったラップランドブーツ、モンベルのラップランドブーツが15,000何百円で、キーンのこれ名前忘れちゃったけど、こっちのブーツが18,000いくらなんですが、デザインは同じなんだけど色が変わったみたいで、現行じゃない方の色が10,000何百円で出てたんで、それを買ってみたと。18,000だったら多分買わなかったと思いますが、ちょっと試してみたいなと思って買ったら、まずですね、ちょっとここで明かりがあるところで見てみますか。このブーツのこのベロとこのシェルの境目、ここがね、つながってないんですよ。だからこの辺まで、こっから上はもう水に入ったら ここか、こっから上はベロの横から水が入ってくると。でモンベルはこの上までつながってるんで、くるぶしぐらいの深さの水だったらもう長靴状態いけると。でこの間モテギで使った時に、前回ね、スーパーフォーミュラの後スーパー GT で使った時に、この左足の外側、この辺がすごく痛くなってしまったということで、今昔作った熱で形成するインソール、多分スノボのブーツに入れてたんだと思うけど、そのインソールがあったんで、それを今入れて試しに、これでこの痛みが出なければ、まあこれで普通に使っていこうという感じで。もともと入ってるインソールもこうカップ状っていうか、足の底をこう包むような形にはなってるんだけど、なんか違うんでしょうね。こっちの方が今のところ楽。どんぐらいだろう、今でもまだ10分ぐらいしか歩いてないか。でこれで今日の運動も兼ねてるんで、1時間ぐらい歩いてみて痛みが出なければいいなという感じで、このいつもの散歩コース来てますが、今日はこのカメラ M6M2 ですけど、全然使ってなかった、動画自動露出モードっていう、シャッター速度と ISO 感度とそれを全部オートでやるモードがあることをすっかり忘れてたんで、もうこんな暗いところじゃ、ね、ノイズはね、高感度ノイズは避けられないんで、今多分 ISO6400 まで上限上がってますね。でシャッター速度が25分の1で、これいちいちディスプレイには情報が出てなくて、シャッターボタン軽く押すと、シャッター速度と絞りと ISO が見れるんで、ちょっと今見てみましたと。で
さっき靴は紹介しましたけど、あのパンツ、アブの何でしたっけ、ウォーターレジスタント2、これもあの雨のスーパーホームランのモテギで使いましたが、これなかなかいいです。ちょっと厚めのナイロンみたいな生地だけど、割とこう肌に密着してなければ、つまり立った状態とかだったら割と早く乾くんで、これはいいと。で、この生地、雨とか水滴がついた時に足がピタッとくっつくような、しゃがんだりとかした時はもう中に浸透してきちゃいますけど、まあまあちょっと高いですけどね。でもカーキと黒があって、カーキのがちょっと安いのかな。で、僕これ多分 LL 買ったと思うんですけど、僕の体格だと多分 L でもいい、 LL だとちょっと丈長いしダブついてるんで、あんまりこの下にタイツとか履いてもいいぐらい余裕あるんで、もう一本買ってもいいかなって今ちょっと思ってます。はい、そんな感じでしばらく歩いていきます。さすがに日曜の夜なら人いないかなと思ったけど、さっき若者 4,5 人のグループとすれ違いましたね。まあ若者はね、曜日とか関係ないですからね。そう、来週は D1 恵比寿で、チケットはもう買ってあるので、何としてでも行かなければならないと。で、しかもあのモテギでも一緒に写真撮ってましたが、あの町田さん、あの方がね、ちょっと仕事がシフトの関係上土曜日朝から運転は辛いっていうことで、僕の車に乗せていくので、何としてでも行かなければならないと。仕事は大丈夫なのかっていう気はしますが、まあ予定があれば仕事は都合はつけるものなので大丈夫でしょうっていうことで、こんなもんかな。やばい、こんなとこに出てきちゃった。ちょっとここは木道というか、これ両サイド水なんで、ここはね、オニバスの池かな。スマホのライトを借りつつ、今日はもう最軽量装備でマイクもつけてないし、ビデオライトも持ってきてないんで、こういう感じで特に生き物はいないかな。さっきもうちょっとちっちゃい流れのところではね、魚が動いたのが見えたけど、まあそんな感じでもうちょっとあるみたい。あっち側にね、普通に道があるんですけどね。いや、そうそう、今これパーカー着てるんですけど、これワークマンのパーカー、優秀。これ2900円だったかな。めっちゃいいっすよね。もう一枚買った薄い、あの夏に着るような薄手のパーカーは1900円。ワークマンやばいっしょ。で、最近僕が見てるチャンネルで、ちょっと大きい道に出ようか、真っ暗じゃねえか、真っ暗でもしょうがないか、またスマホライトで行けるか。そう、僕が見てるチャンネルで、まあそのチャンネルは女の子のチャンネルだけど、キャンプツーリングする人のチャンネルで、ワークマンでアルミのローテーブルを買ってきたっていうのをやってたんで、あれいいなと思って。値段でしたかな。でも普通のワークマンじゃ多分売ってないんですよね。僕の家の最寄りだと普通に作業着しか売ってないんで、ワークマンプラスとか、ちょっとおしゃれ系ワークマンじゃないと置いてないっぽいけど、ちょっと行ってみたいっすね。でも今やワークマンも大人気で、
日曜なんかに行こうもんならね、普通に混んでると思うから。はい、これはね、まあ、なんか獣がいた。ここ彼岸花撮った場所ですね。そんな感じで、このパーカー、これいいっすよ。中がね、ウェットスーツの生地みたいななってんのかな。だから汗ばむ季節は素肌に触るとペタペタするけど、まあ、そんな季節に着るパーカーじゃなくて、ちょっと春秋ですかね、ちょっと肌寒さを避ける一枚羽織りたいときに着るやつ、これいいっすね。薄い方のパーカーは日焼け防止とかそういう時に着るやつですよね。あと最近はもう、僕もそうですけど、真夏は汗を早く発散させた方が、熱を一緒にね、なんて言うんでしたっけ、気化熱の原理で体温を下げるっていうか、体に熱がこもらないようにするというか、アームカバーとか、T シャツでアームカバーしたりとか、短パンっていうかハーフパンツとかでレッグカバーしたりとか、肌をという高機能な生地で覆った方がいいような気がするんで、そういう時にはもう真夏だからってね、 T シャツとかタンクトップで昔は過ごしてた時代もありましたけど、今はもう逆にそういう機能性のある服を着た方が体に優しいというか、薄い方のパーカー買ったら、まあ思った以上に薄くて、今この厚手の方のパーカー着ててちょうどいいぐらいの気温、今日日中18度19度あったのかな、で夜もまあそんな冷え込んでないですけど、15度ぐらいあんのかな、でちょうどいいぐらい、薄い方だと風がスースーするんで、逆に気化熱の原理で余計涼しく感じてしまうっていう、そんな気がします。あーでもやっぱり左足痛くなってきたかな。釣りと写真の時は足元が悪いことを想定してのトレッキングブーツなんで、でもこれは我慢できないかな。これも靴の形成の問題なんだろうな。あとはね、人の足も左右対称じゃないから、僕の左足だけ外側に出っ張ってるのか、それはわからないけど、純正のソールよりもだいぶマシな気がする。まあ、これはなんとかして使いたいけど、安く買ったとはいえね、1万円だから。これともう一つ候補だったのはね、ダンロップの5600円とかそんぐらいだったと思うけど、それもまた防水のトレッキングシューズで、でも本気で山歩き登山する人が使うとちょっと強度不足だなんて書いてありましたけど、アマゾンレビューでは。ただ僕の場合、山歩きっていうよりはただの不整路っていうか、釣りしてる人がいた、じゃあ邪魔にならないとこで、これまた水辺、ちょっと置いた光のあるところでもう一つチェックポイント、このスーパーフォーミュラのモテギの時にちょっと楽ちんに履こうと思って、このね、ここ紐をかけるフックみたいになってるんだけど、これ通さないでこの上をパカパカさせた状態で履いてたら、まあ、こんな状態で履いてたら、ここがね今かさぶたになってますけど、ここが当たって、ここ縁がね硬いんですよね。ここが生地が二重になって補強されてるんで、この縁がこう当たってて靴ずれっていうか
すりむけてしまいましたと。でモンベルはこういうことはないっす。もっとこの縁の方までクッションが分厚いというか、まあそれは靴の作りの違いなんで、あと僕の履き方が正しくないっていうのもあり、まあ起因が悪いっていう話ではないです。でも今ご覧の通りくるぶしの下の靴下、アンクルソックスっていうのかな、履いてますけど、一番上のフックまで紐かけて、ある程度靴紐を締めて、これギューギュー締めればいいってもんじゃないんですよね。締めれば締めるだけフィットするのかって思いがちだけど、ちょうどいい締め具合で履くのが正解で、これもギュッて締めるとその一番上のフックの下の紐がクロスしてるところ、足首の下の方っていうか、そこはもうすぐ痛くなりますからね。程よいフィット感で履くのが正解だと思います。こんなところかな。今割とこの足音も入ってると思うけど、こんぐらいのペースで歩いてもアブのパンツは全然暑くもなく寒くもなく、これでカッパの性能がね、軽いカッパの性能があるんだからいいと思うんですよね。で上に着てるワークマンのパーカーはこのやっぱ袖口がリブで絞れてる分つんない、ちょっと腕の肘から先のあたりがちょっと熱がこもってるかなっていう感じはするけど、まあまあ悪くないですね。夜はね足元が見えないから、彼岸花撮った時もそうでしたけど、この暗さでビデオライト使っても本当ね手前の1メーターぐらいしか光が届かないから、今日はもういいかと思って何も持ってこずに、まあ、街灯頼りで結構いけてんじゃないですか。 M6 Mark II 使いこなしというか、僕いきなり動画もマニュアル露出モードで使い始めてしまったので、自動露出モードで撮ったらいいんじゃないかなと思って使い始めましたけど、悪くないんじゃないですかね。シャッター速度25分の1以下に落ちないみたいな。でこの場合だと露出補正プラスマイナスである程度シャッター速度とか ISO 感度はいじれるっていうか、露出補正することによってそっちを動かすというか、まあそれ考えるのめんどくさいからマニュアルモードで使っちゃうんですけど、でなんとこのカメラ動画 HDR モードがあります。だけど、まあ、まだ使ったことないんですけど、この本体の表示には白飛びを抑えた映像が撮れますっていう書き方なんですよね。だ暗いところを明るくするわけじゃなくて、白飛びしちゃうような光源があっても頑張れるよみたいな、まあ、だから昼間用なんでしょうね。 YouTube ではよく暗証性能とか高感度耐性とかそのカメラのレビューではすごくやってますけど、基本光があってなんぼですからね、暗視カメラじゃないから。そういった意味でα7S3 は異常だと。あれはもういいっすね、未だにいいと思う。ただマウント問題があるからね、おいそれとは手を出せないわけで。そこら辺にあるものがやたら人に見えるんだよな。昔からあるあるだけど、多分ね全国の広い公園では言えることだと思うけど、どんなに夜中でもカップルがいると
邪魔もしたくないし、僕は一応ね気使ってその時カメラ止めたりするんで、そういうめんどくさいこともしたくないから、ちょっと声がする方をあえて避けて歩きますけど、左手の方からねさっき声がしたんで、こっちの通りに出てきましたよと。これ自分で後でね編集してて思うんですけど、喋ってなければ動画短くなるんだよと。喋ってるから20分30分ってなるわけで、まあそれもこの映像がね撮れてるシチュエーションが次から次へと、今ね街灯がいっぱい並んでる通りに出たから、でもさっきまではね真っ暗なとこだったり、そういうシチュエーションが変わることに映像を残す意味があるわけで、ちなみに今つけてるっていうか、もうこれ EOS M6 は、EFM っていうマウント、 EFM マウントのレンズはオワコンっていう話もありますが、でも11-20にあれば十分じゃないですかね。これはもう GoPro ほど手ぶれには強くないけど、 APS-C のセンサーには意味があると思うんで、あとは絞りは開放 F4 スタートですけど、 22mm の時で F5.6 になるのかな。まあそんなのはねいいんですよ。そのボケみとかは必要な時だけ L レンズつければいいんだから、それはいつもあのでかくて重いレンズをつけて歩かなくたっていいでしょう。そういう動画を撮るつもりの時はそういうレンズをカバンに入れておけばいいだけで、レンズ交換式のカメラでねレンズ交換がめんどくさいっていうのは本末転倒だと思うし、いやしかし最近 ZV-E10 が評判がいいですよね。 APS-C センサーでレンズ交換式で内蔵マイクがいいと。 ZV シリーズは、まあ、ZV シリーズっていうか1と10しかないけど、1と E10 かマイクはいいっすよね。内蔵マイクあれは、この M6 はねホットシューの両脇に1ミリぐらいの穴がちょいちょいって開いてるだけのステレオマイクだけど、 ZV は結構マイクが大きいマイクなんじゃないかなっていう風に思うんですよね。あのモフモフはさらに大きい範囲を覆ってるからさらに大きくなるわけだけど、マイク自体が大きいと思うんですよね。っていうことは撮れる音声もダイナミックレンジが広いというか、まあ雰囲気ですけどね、詳しいことはわからないけど、まあそんな気がします。さあこの辺にベンチがあるからちょっと休憩しますかね。左足の痛みはさっき一瞬やっぱ痛くなるかなって思ったけど、今は違和感もあんまり感じないぐらい正常というか問題ないですね。これインソールが解決したかな。ベンチちょっとここで休憩しますか。大丈夫だよね今日はこのコーヒー、これ最近お気に入りですね。これブラック、いつもはカフェラテカフェオレ買うけど、これブラックもねジョージアとかよりは全然美味しいと思う。良くも悪くもねジョージアはジョージアの味がしちゃうんですよね。もはやコーヒーの味というよりはジョージアの味みたいな、そういうのもねたくさん飲むから分かっちゃうわけで、知らない方が幸せですよね。知らないっていうか気がつかない方が。でも僕の知り合いでも毎朝セブンのおにぎり朝ごはんに食べてたら、何食べてもセブンのおにぎりの味しかしないっていう人がいたり、まあその人はもうおにぎりもう美味しく感じなくなってサンドイッチにしたら、それも半年ぐらいかな経ったらサンドイッチも全部同じセブンのサンドイッチの味になったっつって、まあ
家庭料理っていうのは味が不安定だから飽きないんだよっていう話もありますからね。セントラルキッチンっていうか工場で作ってる食品っていうのはもう安定感しかないから、慣れちゃうともうそうなっちゃうのかなって。だからたまに食べる分には美味しく感じるけど、コンビニの製品っていうのは次から次へと新製品が出るのかなって思いますね。もうマリトッツォなんか未だに新しいの出てますからね。セブン、昨日行った時アーモンドがまぶしてあるやつがあって、さすがにご飯食べたすぐ後だったからそれは買わなかったけど、だいたい40分ぐらい歩いたのかな。やっぱ日曜の夜は人がいなくていいですね。これ平日だったら10時過ぎてもジョギング散歩普通にいると思います。彼岸花撮った時も夜9時半にならないぐらいか、家族で犬の散歩してる人がいたりとかね。人を避けたい人は夜動くというかね。え、釣り行きたいんすよね。もう 1652R5 もうとっくに届いてるんですよ。スーパーフォーミュラのモテギの準備の時にちらっと映したと思いますけど、あの時ですでに2週間経ってたと思うんですよね。その前にスピナーベイト投げ行っただけの動画の時にブツブツ言いましたけど、あれの 2,3 日後に届いてたんで、確か10月の第1週には届いてたと思うんですよね。でそっからモテギスーパーフォーミュラ行くまで釣りに行けなくて、でそれからさらに2週間経って3週間経ったのかな。でも未だに釣り行ってない、行けてないですからね。今日行こうかなと思ったけど天気良すぎて、これはバス釣りの人もいっぱい出てるかなと思ってやめちゃいましたけど、あとはね、運転慣れしてない人たちが運転してるところに混ざりたくないっていうのもあるし。でもそんなこと言ってたらね、週末出かけられないですよね。電車は乗りたくないし、そうなるとやっぱバイクがね、機動力ありますよね。どうします？単車の免許欲しいけど、単車の免許と単車合わせて考えてる予算と M1MAX の MacBook Pro 16インチ、同じぐらいの値段なんですよね。両方は無理っす、さすがに。そんなに突発的にはね、お金使えないんで。そう、それとね、それスーパーフォーミュラーのモテギの動画を編集してるとき、スマートインター降りたときにバーッと露出が上がったと思うんですけど、あれを調整したときに色がおかしくなって、で自分のモニター VA はちょっと色がサイドが高めでコントラスト強めなので基準にはできないなって思うんですよね、写真の現像してても。で IPS パネルの方の飯山のモニターで現像作業とかはしてたんですけど、でもそのディスプレイも黒いモヤモヤが残ってしまう症状が出てて、まあディスプレイ自体の輝度も落ちてきたような気もするしっていうことで、でももう次に買うディスプレイはもう HDR600 以上のディスプレイ欲しいじゃないですか、どうせなら。もう今更ねフル HD のモニターなでもいいのかもしれないけど、まあ、27インチ8インチで、この間町田さんにディスプレイ考えてるって相談したら、 4K だったら32インチはあった方がいいよと、27インチだとやっぱり字が小さくてファイル名とかが見えないぞということで、もうそうなるとね、そこそこお値段しますよね。そう考えた時にもう iPad だと。でそのiPad Air 買いましたけど、もうとっくに届いてますけど、来るまでに10日ぐらいかかったかな。でまだかなまだかなって思いつつ、届いたら開けないっていう、なぜなら iPad が届いてから動画を編集してないから。動画編集するために、色味を見るために iPad 買いましたからね、セカンドモニターというか。で、あれ Windows で iPad をセカンドモニター、デュアルスクリーンにする方法って、アプリを使う方法しかないんですかね。なんかちょっとググったら1000円ぐらいの、まあ海外だから
9ドル99とかだったか忘れちゃったけど、まあ、そんぐらいで買うアプリがあって、それを使うとあのケーブルつなぐだけでいいよみたいな、まあそんぐらい必要なら全然買いますけど、まあそういうもんなのかなと思って、まあそれはまた別途動画にしようかなと思いますけどね。休憩したと思うんで10分ぐらい休んだかな。戻りますか。12時前になった。さあ来た道を戻るのはあまり好きじゃありませんが、歩きやすいんでね、さすがに夜足元が悪いのはいいけど真っ暗だとね危ないんで、危ないっていうか不気味っていうかね、さっきも一人釣りしてる方がいたみたいに、僕が釣りしてる人だったらこんな夜にねブツブツ喋りながら歩いてる方が不気味だと思うから、自らのね存在が分かるように多少明かりのある道を行こうかなということで、まあ今日はね昼寝をしたからこの時間でも全然元気なわけで、歩いてても汗かかないし、じっとねさっきの人みたいにじっと待つ釣りをしてたら冷えると思うけど、歩いてればねこのやっぱアブのパンツいいわと思って、多少風も防ぐし水も弾くし、で肌触りがいいんですよね。厚手のナイロンっていうかポリエステルっていうか、肌触りもいいし、で重ね着してもいいと思うし、いやこれは本当いいと思う。アウトドア用のパンツはねやっぱりキャンプ用とかじゃない限り歩くためのパンツは座っちゃったりとかね擦れたりとかっていう耐久性は考えられてないと思うから、釣りとかねやぶこぎして枯れ枝引っ掛けたりとかするとね、アウトドアウェアもね安くないですからね、そういうんで壊れたらショックじゃないですか。持ちは持ち屋じゃないけど釣りには釣り用のパンツというか、まあ別に釣り用だから釣り用っていうか釣り具メーカーのパンツだからやぶこぎに耐えられるとかそういう理屈はないと思うけど、でもねポケットの作りが釣り用に考えられてたりそういうのもいいっすよね。早くこのサイドのポケット、これ映んないか、このサイドのポケットですね、これがいいっすよ。でここに斜めの普通のポケットがあって、こっちにサイドのポケットがあって、これルアーボックス絶対入れて歩くのにいいから、ももの横にあるポケットだからルアーボックスなんて1キロもないじゃないですか。だけどさっき iPhone をそこのサイドのポケットに入れて歩いてみたらやっぱり動きが大きくなりますよね。斜めポケットの方に入れとけば股関節の近くだからそんなにスマホ自体が揺れることないけど、それがももの横になると急に iPhone の 200g の200もないか 150g ぐらいの重さを感じるようになるから、駐車場重いものがね遠心力を受けやすいから、軽いもの入れる分にはねサイドのポケットすごくいいと思う。でこんなところかな今日は。最後にちょっと光のあるところで長々とひたすら喋る夜の散歩でした。またよろしくお願いします。あ、こんぐらいの明かりになると顔認識する。僕は瞳認識をあえて外してあります。それでは。